百州武道具店の動画。切り返し仙人どこだ。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか。おー、今日は引き技の3本目のビデオですかね。具体的な相手の崩し方のパターンやっていきます。じゃあ早速いきましょう。引き技で大事なことはしっかりしたつばぜり合いと、打つ前に相手を崩して間合いを作ることだったよね。じゃあここで足の使い方もう一回だけおさらいしてほしいんだけど、木刀による基本技稽古法の4本目、面、体当たり、引きの、覚えてる？この中に大事なこと全部入ってます。構えてて、面、体当たり、つばぜり合い、押して押し返される力を利用して、どっちの足から下がるんだっけ？もちろんここは左足から下がるよね。左足から下がって、ここに間合い空間を作って、右足を引きつけると一緒に、どうだったでしょ。これが実際引き技を打つときにはつばぜり合いして相手の力を利用して左足から下がるまでは同じなんだけど、右足が引きつけるじゃなくて、ここが踏み込み足になるわけ。踏み込み足だから引き面強い人、みんな強い人っていうのは手で打ってんじゃなくて足で体使ってドーンって打ってるわけ。手元を押して押し返してくる力を利用して左足を下げて右足で踏み込み足で打つっていうのが基本なんだけど、これもパターンがあって、後ろに下がる場合もあれば斜め後ろ左に下がる時もあります。もしくは横開き足で引き面、横開き足で打つ時もあります。またもうなんか間合いが十分取れてるっていう時もあるんですよ。そういう時はそこからまだ左足下げてたら遅くなるんで、もうこのまま体重移動だけで右足で踏み込み足で打てる時もあります。基本の引き面っていうのはつばぜり合いから自分の右拳で相手の右拳を下に押してやるんです。下に押してやると相手はそれを嫌がって押し返してきます。そうすると見てください、相手の腕が伸びちゃうんですよね。実はここが構えが崩れたところ、そこを引き面打ちます。次は相手の手元を下じゃなくて上に押し上げるパターンですね。こう右拳で上に押し上げるとどうなるか、相手は万歳してしまって急に自分の胴が空いてることに気がつくんです。それで自分の胴を防ぐように手元を下ろす。そしたら構えが崩れた、そこを引き面。今度もさっきと同じように相手の手元を上に押し上げてるパターンです。上に押し上げてる、上に押し上げてるとどうなのか、相手万歳してる、まだでも自分で気が付いてないんですよ。胴が空いてることを気が付いてない、その時はすぐにドー、要するに上に押し上げて胴を自分で守れば面が空くし、そのままだったら胴が空くってことですね。引き技の時にはさっきみたいに前後に動くっていうのも大事だし、これからやるのは左右ですね。左右に崩していくやり方やります。次は相手を横から右側、表側から崩していくやり方ですね。実は相手のこの構えっていうのは右足前左足後ろなんだけど、この右足の後ろって何も支えがないんだよね。だからこっち方向に倒されると、押されるとこう倒れちゃうわけ、不安定なのね。だからやり方としてはこれポイントはもう足なんだけど、これまで引き技する時には左足を下げてってやってたと思うんだけど、この場合だけは右足を前に斜め前に出して開き足でいきます。開き足で押す。そしたら相手が崩れる、そこを面。次は裏から崩す場合ですね。裏から崩したいんですけど、つばぜり合いの時に竹刀を裏に逆交差するっていうのはこれダメなんですよね。ちゃんと表から正しくつばぜり合いしておいて、ここからです。ここから裏から崩す時っていうのは使う手が反対になります。表から崩す時には右手で崩すんだけど、裏から崩す時には左手をうまく使って相手の右拳を下から持ち上げてあります。そうすると面、もしくは小手が空きました。次はダブルパターンですね。表と裏を組み合わせるパターン。これはどういう時使うかというと、相手がもうなかなか崩れないっていう場合、そして相手の押しが強い場合、そういう場合っていうのは表と裏を組み合わせます。まず表から押して、押し返す力を利用して今度は裏から返すんです。そうすると大きいんですよ、崩れ方が。そこを面、そこを引き後手。反対に裏、表で崩すこともできます。裏から押しといて戻ってくる力を利用して今度は表に崩す。そこを面。次は相手を押すスピードに工夫をして相手を崩すやり方ですね。例えば毎回崩してめーん、崩してめーんなんてやってると、相手も学習して
手元がね、動かなくなってくるんですよ。またかって感じで。そういう時には、押し方のスピードを変えてみてください。毎回毎回、崩してメーン、崩してメーンってやってるんだったら、体全体で、じわーっとじっくり崩してみてください。そうすると耐えられなくなるので、また崩れてしまって、そこをメーン。いかがでした？引き技っていうのは、相手とつばぜり合いしてるところから、そのまま打っても当たりません。必ず相手を崩して、間合いを作って、自分の体を引きながら打つ技なんだよってことですね。そして崩し方っていうのは、いっぱいありますんで、いろいろ工夫してみてください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。